さあ始まりました第132回高さ大喜利クラブです、はい部長のザギースの高さと、ゲスト松本クラブさんそしてモグライダーの柴くんです、はい、お願いしますお願いしますはいちょっと今回の企画いきましょう、はい今回の企画はこちら行けるとこまでかぶせ続けてみよう大喜利素敵ですねはいあの大喜利ライブとかでもよくこう誰かが面白い答え出したら、うん、それにこうかぶせていくっていうまあパターンあるじゃないですか、うん、ありますよね流れでね、うん、でそれがさらに面白くてさらにかぶせるみたいな、うんまあ、大体でも3回ないしは4回ぐらいで、うん、そうですよねなんか、うん、趣旨と外れてるよみたいな感じになって、うんうんうん、なっちゃうね、うん、で終わってまあ違う角度の答え出していくみたいな感じになりますけど、うんうんもしこれを延々と被せ続けたらどうなるんだろうっていうのをちょっと検証してみたくてですね、うん、これは楽しいあれ案外その芸人側は、うん、あの被せが始まってずっと続いてる間がすごい楽しいんですよね、うんうん、楽しいお客さん側はねもういいよって思っちゃうんですけどあでまあやってる側ももうこの辺でもうお腹いっぱいだよってなる時があるので、うんはい、まあまあ、はい、もちろんねだから今日ももしかしたらそういう時間帯が来るかもしれませんけど、うんうん、それでもちょっと被せ続けてみますそれを超えていくわけですねはいいいですね実験ですねどうなるのか、うん、であのもう終わりだよってなった時には、ゴング音がスタッフさん判断でなりますんで、うん、なるほどそれまでちょっと被せ続けてみましょう、うん、はい100ぐらいまでいけたらいいですね行きたいですね本当だわ100、うん、目指せ100 100は行きたいですね、はい、明日の夜ぐらいまで空いてるんでいやいやどんだけ答え出すの遅いんだよ100で明日の夜ってもうちょい今日の終電ぐらいとかにしてさ遅く出すっていうのがかぶせの時間があるかもしれないなるほどね、はい、あ遅出しが流行る時間があるかもしれない、はい、そうなったら明日の夜までちょっとかかっちゃうかもしれませんけど も、ねはい、も楽しみです、はい、いろんなかぶせ方あるんはい、そうですね、ありますね、うん、はい、あこれ楽しみだ基本今日は1台でなるほどはい、はい、お題をそのままはい、はい、それでまあ最初は普通にやっていってここだって思うタイミングで誰でもいいです、はい、誰かが被せたらそっからもうスタートあー楽しいいいですねどうなるんだろういいなやってみましょうか、うんうん、ちょっと怖いですけどはい、はいはい、ではお題の方どうぞこんな居酒屋は嫌だなるほどこういうシンプルはい、シンプルお題こんな居酒屋は嫌だ店長が猿だ嫌ですね嫌ですね、これは、ちゃんと切り盛りできてんですかね、うん、出すやつ食っちゃったりなんかしてねはいこんな居酒屋は嫌だ下駄箱の木の札がロの4とかイの3とかじゃなくてなんかシグマの16分の X みたいなの難しいなんか理系のやつばっか買うのが理系居酒屋理系居酒屋はいこんな居酒屋は嫌だ店員さんが全員あの胸のとこに店長って書いてわあかく乱してくるな誰が店長なんだよっていう、ね、意外なやつが本物だったりするんですもんねはいこんな居酒屋は嫌だどうやら店員さんがカウンターの中で布団を敷いて寝ているどうやら予想ですね力が通るでこカウンターからこう上がってくるって寝てるなはいこんな居酒屋は嫌だなんか厨房の様子がちらっと見えてパッて見たらナッパが気を溜めているはいこんな居酒屋は嫌だそナッパが気を溜めてると思ってパッて他のとこ見たらヤムチャが死んだ跡があるはいこんな居酒屋は嫌だでなんかナッパパッて見たらそのヤムチャの死体があったからと思って後ろ振り返ったらベジータがナッパの首を切り裂いたはいこんな居酒屋は嫌だ
うわなんだここの居酒屋すげえことばっこ起きんなと思って、料理だけは信用できんだろうなと思って厨房覗いたら、板さんが栽培マンだ。こんな居酒屋は嫌だ。でメニューをよく見たら一番下の右端の方にギャルのパンティ包み上げ。ここで出してんだ。なるほど。はい。こんな居酒屋は嫌だ。でそのなんかメニューのギャルのパンティ包み上げはなんか。そう、ドラゴンボール7つ集めて願わないといけない。願わないといけない。それで注文する。注文終わるごとにまた散らばるから。あ、そうか。ピシャーって。って。はい。こんな居酒屋は嫌だ。で、ドリンクよく見てみたら、氷の中にドラゴンボールの形の氷がたまに入ってる。それを集めるのかな。はい。こんな居酒屋は嫌だ。なんかどういうんだけど、さっきからずっとカウンターで一人で飲んでるあのおじさん、多分神様だ。こんな居酒屋は嫌だ。神様だ。あれ？その隣にいるのはピッコロ大魔王じゃねえ。一緒に飲んでた隣で。そこで別れたの。だって酔った状態で別れ。酔って別れちゃった。酔って別れちゃってんだ。はい。こんな居酒屋は嫌だ。その常連さんたちの間で枝豆、この店で枝豆食べたらもしかして仙豆みたいに回復するんじゃねえってなるけど、結局ただの枝豆。そこは美味しい美味しい、うん、そこはただの枝豆。こんな居酒屋は嫌だ。邪魔そうだ。あの白い白いなんかねやつ隣で、うん、はい。こんな居酒屋は嫌だ。みんないろいろ飲んで酔っ払って、うわなんかフラフラするし、なんか足取り重いなと思ったら、なんかここ重力10倍じゃん。、はい、こんな居酒屋は嫌だ。だからその外のトイレに行こうと一旦店を出たら、あれまだ1分しか経ってないじゃんって。精神と精神と時の部屋みたいな。こんな居酒屋は嫌だ。なんかバイトか知んないですけど、孫悟飯っていうなんか店員がお通しバーって出すときに、後ろにそいつの親みたいなやつがうっすら見える。はい。こんな居酒屋は嫌だ。でバーってやって後ろに親みたいなやつがうっすら見えて、もうそれが見えたら終わり、吹っ飛ぶ。はい。こんな居酒屋は嫌だ。でなんか多分見えたんでしょ、吹っ飛んでとかいろいろあって、パッて思って、あれ、おい、ごくこんな顔だったっけ。酔ったのか何なのか知らんけど、嫌な顔してるな。何この、嫌だな。あれこんな顔だったっけ。はい。こんな居酒屋は嫌だ。その状態の顔になっちゃった時の悟空は、家帰って父呼ぶ時、キキーって。はい。こんな居酒屋は嫌だ。そしたら父が出てきて、悟空さんがドドゥーサー。おめえもなんか酔ってんのかよみたいな。なんでお前家に行って酔っ払ってる。はい。こんな居酒屋は嫌だ。その状態になると悟空いつもなんかこういうでかい肉とか食ってるイメージだけど、その状態になるともうリンゴしか食べない。はい。こんな居酒屋は嫌だ。その状態だから、うん、やっぱ酔ってて、うん、リンゴしか食べないからって、うん、食べたらもうやっぱ
気持ち悪くなっちゃって、おえーって入ったら数神虫が出てきた。はい、こんな居酒屋は嫌だです。おえーって入って数神虫が出てきて、それはそうと全然嬉しくない、具合悪いわっつってたら、クリリンがそれ聞いて、なんか具合悪いらしいねっつってお見舞い来てくれたんだけど、その持ってきてくれたお見舞いのやつがよりにもよってリンゴばっかのバスケットで最悪っつってたら、よく見たらいい心中集まってくる、どんどん、はい、こんな居酒屋は嫌だ。なんか両親中もありましたって持ってきたんだけど、なんかお前違うからお帰りくださいって言われてる。はい、こんな居酒屋は嫌だ。でベジータがそう、見つけたぞドラゴンボールって持ってきてくれたけど、なんそれ、なちょっと誰誰誰ベジータの顔もさっきの悟空みたいにそれ言われた瞬間なっちゃう。ちょっとベジータベジータベジータ、ドラゴンボールも違うし、何今のベジータロン毛みたいな、ロン毛うちで見るやつ。はい、こんな居酒屋は嫌だ。その状態のベジータは家帰ってブルマのことをウルマだから何なんだよ。はい、こんな居酒屋は嫌だ。でそのブルマもペシーターって。はい、こんな居酒屋は嫌だ。で生まれたのがモランク。酔った時に名付けるからだよ。はい、こんな居酒屋は嫌だ。でその状態のベジータはブドウを好む。こんな居酒屋は嫌だ。でブドウあるって言いたいんだけど、ウロあるって言う。こんな居酒屋は嫌だ。じゃあ、あのウルマにライ。ラインかー。はい、こんな居酒屋は嫌だ。じゃあベジータがライならしょうがないかこんな居酒屋は嫌だ。ライならしょうがないかっていう声だけなんかでかくて外に漏れちゃって、なんか聞き間違えて重心サンダーライガーが来そうになってる。近くにいたんだよ。おっ俺かっつって、はい、こんな居酒屋は嫌だ。でライガーが来たら来たでなんか違う。こんな居酒屋は嫌だ。ライガーが来たら来たで違ったのに出囃子曲が鳴ってしまう。デレレレデレレレデレレレデデ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 デ。はい、こんな居酒屋は嫌だ。でででででででれれれれれおませおませ燃やせ燃やせだおませおませこんな居酒屋は嫌だ。おませおませちいかりよおませあーあー終わった、ああ終わった、ああ終わったんだ、最後の答えがちいかりよおませこんな居酒屋は嫌だの答えがちいかりよおませ意味がわからない。あーあーこうなるってことですね。かぶせつ
30分ぐらいやってたんじゃないですかね。うん、なかなかね、こう、うん、ガーって回っていくまでに結構時間かかった感じはしましたけど、うんうん、そうだね、はい、最初でも、あ、最初何で？ナッパから。ナッパだ。ナッパがいて、ヤムチャが死んでたりとかしてから始まったんですかね。そうだそうだ、だから、あ、来たと思ったんだよな、その時。そうですね。でもそこからもでも、うん、そんな連鎖続かなかったんですよ、ね、うん、もう一つね、うん、で高須さんがあの、うん、悟空を、あ、そうだ、あの無気力悟空みたいなあいつが出てきてからなんかそうですね、クリリンのことかっていうやつね、あいつあれが出て、あ、そっからなんか酔っ払った喋り方みたいな感じになってきて、 でライガーまで、ライガーまで行きましたねいや意外に行けたな、でも行けましたね、はい、その見てる方はどう思うかはね、わかりませんけど、うん、でもこっちは本当に、うん、泣くぐらい笑ってたな、ね、どうでしたか松田さん。いや楽しかったです。あ、うん、僕はやっぱあの、はい、ブルマンのライが一番ですライウノアルライなんかちょっとバーって上がっていってますよね。そうですね、あそこでも、ほぼ、芝くんが一人で存在してたけどね、もう、楽しくなっちゃった、ハマっちゃったんですよ、あーって勝手に、そうですよ、ライガーも、ライガーも、ライガーも来そうになって来たら来たで違う無気力ライガーあーあー、面白い、これやっぱいいですね、いいですね、とりあえず、完成続けてみよう、うん、成功ということで、成功でしょうね、これ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします、高評価ボタンもよろしくお願いしますということで、第132回高さ大喜利クラブでした。終わり。さよなら。